にちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。東御市に来ておりますけども、はい、あるワイナリーに来ております。自己紹介お願いします。はい、私、蓮見ファームの山口祐樹と申します。はい、今はですね、畑の作業を、ちょっとやっておりまして、はいはい、この時期は、春のですね、まあ、芽が出てくるので、はい、新しい芽が出てくるので、まあ、その芽が出てきた時に虫が、いないように、その虫がいると芽を食べてしまうので、その、害になる虫を、取ってあげる作業をやってます。まあ、殺虫剤などを極力使わないで、はい、そうですね、手で全て、捕獲してます。結構地道な作業ですね。そうですね、あの一日中やってるような作業でして、なかなか忙しいです。何本ぐらいやるんですかね。そうですね、もうかなり、まあ、何千本単位でやっていきますね、うん。はい、なるほど。ここお店なんですけども、はい、今日はお休みなんですね。今日はちょっと、お休みをいただきます。通常はいつ。通常は土日やっております。あ、はい、どんなことを売ってたんですか。はい、どんなものが。そうですね、自社製のワインは全て売っておりまして、はい、白ワインから赤ワイン、そして、まあ、リンゴで作られたお酒のシードルなんかも売ってますね。名前なんかちょっと、なんていうのかちょっと教えてもらえますか。はい、赤ワインの方から。赤ワインですかね、はい。こちらですね、赤ワインがまずコンコードヌーボー、はい、コンコードドライですね、はい、というものです。はい、そしてあと、ちょっと横のやつはこちら、そうです、こちら白ワインになりまして、ナイアガラドライと言います。こちらが、シードルですね。こちらがリンゴで作った、富士リンゴで作った、お酒になります。なるほど。そしてこちらが、紅玉リンゴで作られた紅玉シードル。そしてこちらが、信州産の、リンゴじゃないですね、梨で作った、はい、ペアサイダーというものになっております。こちらが、ですね、ピノノワールと言いまして、はい、ヨーロッパ品種のブドウで作られたものですね。なるほど。はい、そして、続きましてこちらピノノワールじゃないですね、こちらがメルローというものでして、こちらもヨーロッパ品種のものになっております。そして最後にこちらですね、こちらが千曲川ワインバレーシリーズの、シャルドネといいます。こちらの3つはですね、まあ、はい、自社の、フラッグシップのワインになっておりまして、全て基本的に樽で熟成させて、作られたものになっております。厳選した実を使って、樽で熟成して作られております。素晴らしい。いっぱいあるんですね。全部いくつになりますか。全部でですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13種類ですかね、になります。はい、じゃあ最後に、お店のお名前もう一度、はい、それから営業時間、はい、お願いします。お店の名前が蓮見ファーム&ワイナリーと言います。蓮見ファーム&ワイナリー、ワイナリーですね。はい、営業時間は、営業時間が、土日祝日、朝10時から、まあ、夕方5時ぐらいまではやっております。ぜひお問い合わせくださいということですよね。はい、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。こちらはあの貝殻虫っていうちっちゃいやつが、はい、いるんですけども、はい、それを取る作業をこの前やりましたね。どんな風に取るんですか。ちょっと描くだけでも。はい、一回取ってしまえば。そうですね、取ってしまえばいいんですけども、はいはい、もう取っちゃったんでないんですけども、はいはい、まあ、こういう川の後ろとかに潜んでるちっちゃい虫がいまして。ああ、じゃあ少し皮むくんだ。そうですね、皮をちょっと剥いてあげて、こうなんかいないかなっていうのをチェックして、いたら潰して、手で潰して、こういう下のところとかにもいるので、こういうところちょっと剥いて確認します。うん、どう、いない、いない、まあ、いないですね。いないですね。はい、ミノムシと、貝殻虫ですね。貝殻虫ですね。あ、これミノムシですね。どれどれ、これが、ちょっと待ってください。あ、はい、そうですね。で、はい、わかりました。はい、こんな感じですね。よかったですね、一個取れた。そうですね、一個いたんで取りました。こいつ、こいつよく見えてるな、それ。すごいな。こいつらを手で潰していくと、この上の皮ですよね。下じゃなくて上でしょ。これですね。ちっちゃいコツか。こいつです。これ、はい、こうやって潰すんだよ。こうやって。これをもう指で押して。果てしねえな。果てしないわ。あと、ここは結構ちょこちょこいるんで、この点々あるじゃないですか。こういうところ。はいはいはい、あります、ね。これが虫なんで、
これですね、こちら。これを手で潰していくと、いなくなりましたよね。なので、こするような感じですか。こすって潰していくと。でもやっぱりまあ景色も変わるので、今雪があるんですけど、だんだんやっぱり雪も消えて、そうだね、また10月ぐらいになるとまた雪が戻ってくるんですけど、こんなくっきり見えるってことないもんね。そうですね、はい。なるほど。はい。そうなんですよね、結構場所が広い県なので、上に行ったらまた景色が違いますし、そうですね、でもやっぱり山が見えるところで作業をするっていうだけでも、そうか、言われてみると味噌なんだ。結構隣の味噌。パンチクとどういう色するんですか。茶色く枯れたような色になって、で裏をひっくり返すとその裏に胞子が、こう白い胞子がビャッとついているので、あ、すぐわかる。すぐわかる。ただそれも畑をこう見回りしながら、こうなんていうんですか、常に目を光らせておかないと、一個出てそれがバッと、ま、雨なんかで一気に本当に蔓延するので。ベトが出ちゃったら、はい、まずどうするんですか。まずその葉っぱ全部取ります。葉っぱを取って、はい、でも木を切ったりはしない。しないです。でそれを取って、でそれで実にそれが映らないように、そっちの実の方だけ消毒。うん、はい、特効薬、薬みたいなのはなくてですね、うん、先に予防することしかできないので、うんうんうん、なので出てからっていうのも遅いんですけれども、そのタイミングで消毒することくらいですかね。あれもでも風通しと関係あるし、もちろん。風通しも、はい。それ用の除用もあるんですか。します。はい、夏になると結構除用しますね。脇芽、副梢って言って、このメインの枝からこういらない枝が出てくるんですけど、それも全部バンバン取れますし。